拳号は日本のプロレスラー。本名、西村健吾。2009年6月27日、負けヘン新規バファーストリング大会で、西村健吾として、対、内田翔一戦でデビュー。12月13日、負けヘンが解散。2012年12月、所属していたヒールユニット、アパッチデモリッションとアパッチプロレス軍の構想の末に、 アパッチプロレス軍所属選手全員の契約書を取り出して事実上我々デモリッションがアパッチプロレス軍を乗っ取ったと発言これに激怒したアパッチプロレス軍は出場停止処分を下したがこれはストーリー上の設定で実際には他団体との契約が決まりアパッチプロレス軍には参戦できなくなるため急遽作り上げたストーリー展開だった12月23日 ダイヤモンドリングでヒールユニットブルドゥ・マーダーズに加入してリングネームを拳号に改名。2016年9月2日新宿フェイスで開催されたタル20周年記念工業悪そうな奴は大体友達で行われた藤田ジュニア・ハヤトとのシングルマッチに敗れる。試合終了後に藤田からヒールユニットバッドボーイへの加入を誘われるとタルが登場して ブールマーダーズを離脱させられたことでバッドボーイに加入。10月1日からバッドボーイが活動しているみちのクプロレスにレギュラー参戦していた。2018年7月1日みちのクプロレスに入団。2020年2月29日みちのクプロレスを退団。ありがとうございます。